さ、今あのこう映っているのは、まずまあ、これも10年ぐらいするとこういうルーがあって中のパネルが見られるんですね。そうすると新しいものが出てくるので今普通に私はこれを見てます。よく見てください。本当に新品でバランスしっかりできているので、これからねこちらに
景気がいい。僕は景気がいい。はい、横ばいです。ああ、横ばいですか。はい、また、緩やかな、なかなかここまではまだいかない。そんな感じ。そうですね。そうですか。最後にですね、まあ、はい、本当に金庫の修理っていうのは、まあ、鍵だけじゃなくてですね、まあまあ、鍵をなくした金庫を開けたりとかする、もう本当にプロフェッショナルな仕事だと私は思ってるんですね。ありがとうございます。はい、そういった中で、まあ、その最後に聞きたいのはですね、まあ、お仕事のそういうやりがいとかですね、まあ、その生きがいとかもやってて、何かそういう良かったなっていう感じることが何か一つでもあれば、ちょっと教えていただきたいんですけども。あ、そうですね。まあ、今回は、まあ、サシのクレセント交換ということで、まあ、簡単な作業ではあったんですが、まあ、やはり玄関の鍵が壊れちゃったとか、そうなってしまうと、やっぱり自宅に入れないとか、やっぱりお客様かなり困ってしまいますので、まあ、そういったことをまあすぐにですね、駆けつけて、1秒でも早く解決できると、まあ、お客様安心した、ああよかった、これでやっと家に入れるっていう、まあ、そういう言葉を聞けるのが一番の楽しみではありますね。あ、そうですか。はい、まあ本当にやっぱしこの今の時代、何が起きるかこう分かりませんよね。まあ、そういった中で本当に、まあ、特にドアの鍵、またその、まあ、金庫の鍵にしてもですね、まあ、こういう今回私のように、まあ、外のね、バルコニーの方の鍵が壊れてるっていうのは非常に、まあ、この物騒の世の中の中では本当に不安なんですよね。まあ、本当桜金庫さんのようなこういうプロフェッショナルの方がいらっしゃるからこそ、私たちのこの生活がですね、こうなんか守られているんじゃないのかなっていう感じをつくづく私は痛感させられたんですけども、まあ、いかがでしょうかね。そうですね、まあ、そう言っていただけると、まあ、うちの方では、まあ、やっぱり安心安全、まあ、やっぱりあと今快適とかっていうのが、まあ、一番のテーマになってくると思うんですけど、まあ、そういったものをお客様に提供できればと考えております。はい、ありがとうございました。桜金庫さんでした。はい、失礼いたします。はい、はい、お疲れ様です。